ございます。ビログマスデイ22ということで、朝からバタバタ用意をしておりました。今シャワー浴びてね、化粧もして用意はしたんだけど、まだちょっと荷物がね全部詰め終わってないのと、あとパソコンとかそっち系はまだ入れてないから、それやるんで、先にちょっとご飯食べようと思って、昨日のサラダが余ってるからね、サラダと、あと昨日のナポリタンも余ってるので、先生とちょっと半分こして食べようと思います。ということで、いただきまーす。もちくんのやつはね、ここに入れました。おやつとご飯とおもちゃと、いつものやつですね。あと餌と、あとお水のボールも一緒に入っております。多分足りるかな。まあ、今回そんな長くないからね。まあ、3日、4日ぐらいだから、いいでしょう。これはちょっともう一回見たいのと、あと、あ、そう、エコバッグね、持ってかないといけないから、あの、カリフォルニアはね、もう全部袋がお金かかるからね、スーパー行っても、どこ行ってもかかるので、まあ、ダイソーとかちょっと行きたいし、あと、おせちの具もちょっと買いたいから、もしかしたら保冷バッグ持ってくかな、どっちにしようかなって、保冷バッグちょっとでかいから、ちっちゃくなる方がいいから、これでいいかなと思ってるけど、これちなみに、手荷物用というか、ちっちゃいバッグですね。それぐらいかな。あとは、でもこんなもんか。あとちょっと冷蔵庫の中身の整理をしたいから、ブルーベリーとかあるからね。あとそうだ、このおやつをね、これちょっと小分けの袋に入れて持ってこうと思います。これか。ジップロックの袋に。入れてちょっと持っていこうと思います。あとあれだ、ブルーベリーがあるから、これで足りるかな。ちっちゃいので、ね、足りると思う。のね、ブルーベリーちょっとダメになってきてるから、電車じゃないや、車の中で後で食べようと思って、あとバナナも3本ね残ってるから一緒に持ってくのと、あとこれもおやつね。でこのね、インスタントのオートミールのやつ、ちょうど3つ残ってたので持っていこうと思います。まあお店もね開いてないだろうし、あの朝ごはん食べに行くようなねお店開いてないだろうし、まあ簡単に作るか、インスタントだから電子レンジでチンするだけなので、ちょうど3つあったから持っていこうと思います。これね、ちょっと見せるの忘れてたんですけど、もちくんのベッドをね、あのこの間コストコ行った時に実は買ってて、これも一応クリスマスプレゼントって感じで買ったんだけど、もう使っちゃってたから、もう包まずにま包むのも大変だしね、リボンつけるとことも大変だから、もうそのまま使っちゃってたんだけど、これのねついてたタグがめちゃめちゃ可愛くて、見て、めっちゃもちくんじゃない多分ハスキーの赤ちゃんか、なんかパピーっぽいけどね、まあ多分ハスキーなんですけど、すっごいもうもちくんそっくりとか思って、先生も私もね、これちょっとタグ取っとこうよってことで取ったんだけど、そう、使っててね、いい感じでございます。やっとベッド買ってあげたから、もう生まれて何年も経ってるけど、今までベッド、あの日本で買ったもちくんの柴犬の柄のやつしかなかったので、すっごいちっちゃいやつだね。あの本物のベッド、こういうベッドを買ってあげたことがなかったんだけど、今までずっとブランケットをこう重ねて使ってたから、まあ、でも好きで寝てくれてるしね。あのカリフォルニア行くときにこのままもっといけるなと思って、ちょっと大きいけど、まあ、車に別に入るし、これこのまま持っていけたら楽だから買ってみたね。結構こうやって見るとでかいけどねコストコで見るとそんなに大きくなかったんだけど、こうやって帰ってきてみるとね、すごい大きいけど、いいね、可愛い座布団って感じで、そんなに値段もね高くなかったからいい感じでございます。出発しております。今スーパーだけちょっと寄ってね、あのアリゾナのビールを先生の友達たちのクリスマスパーティーのプレゼントに、あのシークレットサンドみたいなやつにしたんだけど、なんかね ID をセルフチェックで、ID、あのチェックアウトしたんだけど、会計したんだけど、なんか ID 見せてって言われて、で私持ってなくて、何もね車に全部置きっぱなしで、先生はまあ普通にあの自動車免許と ID とあのお財布持ってたんだけど、そのチェックアウトの時に年齢絶対確認されるから、で私は別にその払う人じゃないからいらないかなと思ったんだけど、そのチェックのお姉さんに2人とも ID 見せてって言われて、で私持ってなかったから、もうちょっと持ってないっつって、車の中にあるって言ってまあでも取りに別に行ける距離だからね、取りに行こうと思ったんだけど、あの今日はじゃ あのアルコール入れないわみたいな感じで言われたから、じゃあ取りに行くって言って結局取りに行ったんだけど、その前に
なんか先生の ID を見ながら、彼女はあなたの娘さんみたいな感じで言われてそんなにね、先生も結構童顔な方だからさ、2人ともでもアジア人だから、この辺特にアジア人あんまりいないし、多分それでね見られたんだと思うけど、さすがにでも先生の娘っていうのはちょっとなんかねあれだと思ったけど、びっくりしちゃったけどね、まあ無事買いましたということで、今からちょっとガソリン入れて向こうと思います。なんか今日すっごい長く感じたんだけど、もしかもおトイレ行きたいかな、それより私が先におトイレ行きたいからでちょっと休憩してこようと思います。お昼ご飯食べてないからね、マックのドライブスリーもう結構4時半か、カリフォルニア時間だと3時半だけど、アリゾナ時間だと4時半だからね、結構お腹空いててマックのドライブスリーに行きました。ミルクシェイク、ストロベリーのシェイクだとポテト頼んで、先生はなんか2つくらい違う頼んでたけど、今ちょっと待ってます。はい、到着いたしました。5時間半くらいだったかな、今回は。今ね、時間多分6時くらいかな、なんだけど、プレゼントねこんな感じ、すんごいもうなんか超適当に包みました。もうこのテープとかひどいけど、でこれからちょっと用意してパーティーに行くので、ちょっとね化粧がすごく崩れるから、化粧だけ少し直して準備して向かおうと思います。で多分ちょっとパーティーのやつ撮れるか分かんないから、もう撮れそうだったら撮るけど、撮れなかったらまあ帰ってきてからねまた更新しようと思います。なんかね、これグアバのパイなんだけど美味しいらしい。ちょっと私食べてないけど、他にもね、いっぱいちょもう食べちゃったけど、いっぱいご飯をね持ってきてもらってるからね、なんか不思議だよね、グアバのパイだって。はい、帰ってきました。結局時間がね、今もう1時半過ぎぐらいかな、久しぶりにお酒も飲んでる。めちゃめちゃ楽しかったです。で、プレゼント交換会はね、こちらになります。さっきも見せたけどね、このスパイダーマンのね、レアな、昔のコミックの、なんていうの？超レアなやつなのかな？わかんないけど、のやつをね、まあ、選択したって言ったら、言った方が正しいかな。いろいろね、その開けた中から選んで、盗んだりっていうのかな。友達、その、誰かがね、ピックアップしたやつを、なんていうの、頂戴したりできるんだけど、まあ、そういうシステムなんだけど、うまいことねこちらをゲットいたしました、はい、そんな感じでもうめちゃめちゃ疲れて、明日はちょっとゴルフまた行くので、その前にお店行けたらいいけど、行けなかったらまあ24日、25日、どっちでもまあ空いてれば行けるかなと思うので、そんな感じでございます。今日はめちゃめちゃね楽しめたので、まあちょっと大変だったけどね、長旅で、その後パーティーだったからちょっと大変だったけどね、無事楽しめました。ということで、今日のビログはこの辺で終わりにしようと思います。また明日のビログでお会いしましょう。バイバーイ。